やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。今回はラジオということでラグを少なくするためにちょっといつもと配信形態が違うんでね、あのディスコードで喋っております今回これ。よいしょ。さんと、はい、そのちゃん一旦あのスタジオの方に、うん、はい、あの放送準備します。もうちょっと働けよニック、お前ちゃんと一人になるんだぞ。しっかりラジオだよお前、お仕事だからなお前。一人としてのちゃんと役目を果たせよお前。 OK 頑張るぞ俺たち、はい、もうラジオ盛り上げるぞ、もし何かトラブルとありましたらラッキー、okay、こちらにいますので、えいえい、はい、声かけてください。はい、10秒前9 8 7 6 5 4 3。趣味なら休日に無限に没頭できるって思ってた頃の俺、今の私は1時間ごとに寝込んでます。レチューバのルサンの2人で毎週日曜日22時頃から VR チャット上でお送りしております。地獄の素人ボイチェンおじさんラジオということで、2人ともボイチェンおじさんでやらせていただいておりますので、はい、ちょっとそこ苦手な方はねごめんなさい、ご了承ください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もお送りしておりますがタワワレコードということで、ーバーチャル上で活動しているさまざまなアーティストの楽曲がいつでも視聴できるお店からお送りをしております。はい、そうなんです。はい、はい、もちろんあのお二人ともですね、ど素人ということでございますので、はい、あの何かこうね、あの粗相がありましたらあの笑って許していただければと思います。はい、なんとというかしかお願いいたします。5年ほどやっておりますんで、はい、ご容赦ください。何5年やっても弱いままなんだ、なんとぞ。じゃあそれではゲストの方大丈夫かな、これそうかな、もしよろければ、はい、どうぞお越しください。ここ駐車できるっすか。あーオーライオーライ、はい、お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、ね、よいしょ、一応念のためですね、はい、ご存じない方も少しいらっしゃるかもしれないので順番にご紹介からお願いしてもよろしいですか。 OK です。こんにちは、トコロバです。えい、はい、パスが早いね。はい、配信者を普段やっております、今も配信中でございます。見てる方もね、何回かお会いした方も来てくれてありがとうございます。スタンビでございます。今日はどうぞよろしく、ラジオ楽しんでいこう。はい、そしてどうすんの、はい、今日のえ、何ですか。はい、ニックちゃんでございます。お願いします。俺だぜ。これあれですよね、あの打ち合わせの時にも聞いたんですけれど、はい、もうそもそもニックは第1回出てるっていうお話を聞いたんですけど、はい、はい、あの3年半ほど前にですね、3年半前、はい、第79回の時に出てきていただいてですね、よ一人で乗り切ったのお前、一人でやったな、こうやって、そうその時はあのディレクターが通訳やっていただいて、すごい、なるほど、いいのか、それでいいのか。ニックに呼ばれて僕とところばは今回お邪魔させて、ね、いただきます。ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけで、今日はですねこの5人でラジオお送りしていきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まずは早速お便りコーナーなんですけれども、お早速ですね、はい、お便りがですねいつもの100倍ぐらい来ててありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。すみません、人気者だもんで、すみません、ごめんなさい。人気者なんでごめんなさい。
誰もいい夫ならません突っ込んでくれよ。ありがとうございます。突っ込んでくれ、はい、ありがとうございます。はい、では早速1つ目ですね、はい、紹介させていただきたいと思います。キットナップさん、はじめまして、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そのラジの皆様とニックと愉快な仲間たち様、はじめまして、ひっそりと陰から応援させていただいているものです。はい、早速ですが質問です。この VR チャットという世界をどうやって知りましたか？そして VR チャットをやろうと思った経緯を教えていただきたい。なるほど、いただきました。ありがとうございます。じゃあ僕普段からこれたまに喋ることあるんで、ちょっと僕から、うん、僕普段から配信の方でマシュマロっていう雑談コーナーをやってるんですよ。はいはい。で、そこでは、ある意味奇抜な、お話だったりを募集していて、例えば最近だったら、ホストとかキャバクラの人なんかご意見ありますか、はいはいはい、みたいな、そういうなんか奇抜なコンテンツっていうのを、探していたら、なんか VR チャットっていうのがあるらしいよっていうところから、俺は入りはそこです。で、VR チャットっていうものを、視聴者のみんなと学んでいくうちに、ああ、この世界は素晴らしいなという。このコミュニケーションツール、今知らないと損するなっていうわけで、もう VR ゴーグルを自らつけて、この世界にもう入り込んだ次第であります、私は。はい。実際なんですけど、マシュマロで聞いてた印象と入ってきた時の印象って変わりましたか？それとも。いやー、もうそこはめちゃめちゃ変わって、はいはい、なんだろうな、ぶっちゃけて言うと、そのなんだろう、 VR チャットって結構奇抜なこととかアングラなことっていうのが表に出てる情報っていうのがはっきり言ってそこだけみたいな感じだったので、めちゃめちゃ出てるのが、だから俺自身もそのラジオコンテンツをやってるので情報発信するときは自分なりに調べるんですけど、やっぱり再生回数がいってるものだったり、ツイッターでバズってるものってアングラなものが多かったりするんで、あ、そういうコンテンツなんかなって思ってかかったんですけど、それこそニック、ところばと愛、まあ夏のああいう物語を見てくれたと思うんですけど、ああいうことができるコンテンツなんだなと思って、そういう発信をするのが楽しい毎日でございます。いやー、ありがたいです。もう全く印象が変わって、でね、出会ったところばさんなんですけど、ところばさんはどうですか、始めたきっかけっていうの。あ、そうですね、自分なんか一回モグライブさんの方のインタビューでも一回言ってるんですけど、友達にやっぱ誘われてなんですよね。友達が、VR チャットの沼にズブズブハマっている子で、もう何度もやろうやろうやろうって言われて、その度に自分はお金がちょっとってやっぱり高いんでね、高いけど、そんなすぐには買えなかったんですけど、その子が就職をするっていうので、しばらくちょっと遊べなくなっちゃうよっていうので、ならちょっと急ぐかってこう急いで入った感じですね。なるほど。足の中には高かったっすよ、本当に。高かった、寒くなっちゃったお財布。実際そのね、お友達もどんどん増えていって、遊んでいくうちに、そうですね。でしょこそね、ニックみたいなね。あ、でもしばらくは結構プラベにこもりっきり、もともとその追いかけ仲間っていうか、ディスコードでつながってた人たちとばっか遊んでて、まあそれで数ヶ月経って、あれですよね、渚ができて、ちょっと行ってみるかって行き始めたら、こうっていうの、こう雑だろお前、こうっていうの、はい、でニックはどうすんだよ、ニックはニックどうやって来たんですか、ここに。どうやって来たの、走って、あ、宇宙から、あ、読めない、なるほどね、読めないし、つりあくしちゃったんだね。で、そこで、この飲み物と出会って、で、これが大好きになった。ああ、なるほどね。はい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 。これが？で、飲ませるのはよくない。飲ませるとびっくりしてしまう。熱いし。なので？なので？これ、いや、飲みますよ。ああ、学んだんだね。はいはいはい。ないよって言ったら。がコミュニケーション方法になったんだ。のはい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 、だからいつも出すんだ、その、ね、マグカップにも意味があったんだな、なるほど、
なるほど、長い付き合いだけど全然知らなかったからいやありがとうございました。はい、じゃあ次の、お便りいきましょう。おい2通お、はい、まとめてじゃあいきましょうか。はい、作者さん、まずは、ありがとうございます。ありがとうございます。3人の第一印象は何ですか。どう第一印象、ビスコさんありがとうございます。ゲストの皆さんのお互いの好きなところを教えてください。おお、はい、お第一印象からで言うと、まずニックは結構ね、このイケイケな風に見えるじゃないですか。彼は一番最初に会ったのって、その飛行機体験会だったんですよ。で、俺ニックに会うと思ってない中で会って、で、いろんなコンテンツに触れていく中で、その俺の配信コンテンツの3分の1終わったぐらいだったんですよね。それまで息を引き潜めてたんだ、こいつは。そのいろんなコンテンツを触れててね、あ、ありがとうございます、こんなワールドがありますね、でその中の機長さんどうもですみたいなブリーフィングしてもらって、あ、こんな感じで飛ぶんですね、で飛ぶ前に集合します、皆さん集まってください、ここから集合して皆さんに飛びますよの時、こうやって皆さんに触れていくじゃないですか。あー、こんなアバターなんですね、すごい飛行機だからもう乗るアバターで来てるんだとかいう中の一人のニックに振った時にバーン当時の衣装大爆発これねこれね、もうそこから彼劇場が始まったんで、はいはい、でも逆に言えば自分の出るとこ分かってんなっていう印象俺は。なあ、そこまでそのただの目立ちたがり屋だったとかだったら多分一発目で出てるんですよ。俺がもうワールドに入ったその目の前にいるとか、でもどん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 いろんなコンテンツに触れてって、たまたまニックに触れた時にニックがボーンだったんで、あ、こいつは面白いなと思って、もうそのままフレンドも送らせてもらってっていう感じです。生粋のエンターテイナーがゆえに、ね、まあ、出るとこ分かってる。そうだね、なんかバランス感覚がいいなっていうのを感じます。ね、行かない。ゆっくりゆっくりな。ところばさんはどうですか。あ、いやそれこそ、いや俺ははっきり言って、バカにしてましたよそれは。え？いやそりゃそうですよね。いや最初から今で言うと、それこそお前の内面とかがあったり所作とかがあったりして可愛いみたいになってますけど、ファーストインプレッションでこのバケモン見たら気持ち悪い、なんだこいつ、どうやっていびってやろうかなっていう感じが、まあファーストそれは第一印象はそういうこと。俺の配信のコメントもなんかやべえの来たなみたいな、こいつ RP こいつそっちの方高校生の RP 頑張る珍しいやつだみたいな感じだったんだけど、まあ蓋開けてみたらこんな素敵な宇宙人だったよかったです。登場時のコメントをちょっとちらっと見てアーカイブで好きなやつがあるんですよ、うん、あの目を合わせるなって書いてあったし。そう、俺たちはね、もう俺も配信の視聴者も警戒してたんで、ところばをね、何度か交流していくうちにだいぶ印象も変わったと思うんですけど、今、あえてこのところばさんの好きなところっていうのを挙げるとしたらどうですか。うんうんうん、いやでも俺はやっぱりクリエイターとしてっていうのがめっちゃでかくて、所作とか、はい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 、配信外とかもこいつめっちゃチャットしたりするんですけど、なんかこの配信中も変わんないし、そういうところも好きだし、なんかそれこそ一緒に夏を壊すのを、ツイッターに出した、うんうん、広告の映像とか2人であのワールドで作った時のなんですけど、あのなんだろうな、短い動画でも何テイクぐらいした、もう20ぐらいしたよね、もう20テイクぐらいして、でその20テイクしたっていうのも、それこそニックにも言った通り、お互いに目指すところが一緒で、なんか俺が気に食わないところはところぼも気に入ってないし、気に食わない、でこのそう VR チャットならではのこの挙動ちょっと特殊なところとかがちょっとぐにゃっとなっちゃったりしたら、あ、じゃあ撮り直そうっていう、でなんかものづくりをしてる時とかにここでやめよう、これ以上行こうっていうのって、なんか相手のなんていうの、熱量とかによってぶっちゃけ変わってくるんですよ、人と人とのやり取りなんて。でもそういうのが何も話し合いもせずにお互い目指してるっていうところが一緒でみたいな、お互いもうなんだろう、納得いったテイクとかも、あ、もうこれにしようっていう、もう決まったテイクだったんで、そういうクリエイターとして、まあ俺も配信者として、なんかその企画作りをしてる面として、なんかそういうところは助かるし、今後もやっていきたいなと思えるところが、まあところが好きなところです。いやー、嬉しいこと言ってくれるしね、今ちょっと普通に照れて熱いですけど
という非常に可愛らしいんですけど、クリエイターさんで、ね、絵がねうまいんですよ。ねえ、ありがたく、いろんな人に見てもらって嬉しいっすね。お前だって、お前今絵投稿したらどんだけいいねもらってんの。お前この前さすごかったから、こいつの絵はねえ26万26万入れて、俺行ったことねえぞ。俺自分もびっくりして、さすがに26万入れて行ったことない。見たことなさすぎる。俺 X でもそんな見たことない。ないっす、ないっす、マジでない。ない、ね、でも、続いてですね、あの所場さんにからも、あの第一印象のお話お伺いしたいんですが、一旦CM に入ります。はい、すごい CM とかあるんだ。すげえな。どうぞ。はい。お前のうちにちょっと飲んどこ、なんか。もうちょっと休憩しとこ。おお。わあ。あ、どうも。ちょっとお酒はまずいかな。今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり、雑談なので自由に交流を楽しむ集会です。月曜日の22時から、それ以外は23時から毎日開催しています。では、改めまして第一印象の話に戻りたいと思うんですけれども、はい、所場さん、スタミさんとニックそれぞれ第一印象と好きなところをちょっと教えていただければと思うんですが、ニックからいくか。ニックさんはなんか第一ってどこだ。第一、もうそういうこと言って決定し、あーそうか、最強決定戦の俺の本丸とか。そうですよ。あれが本当に 初対面というか初対面で、どんな怖い人が来るんだろうと思って決闘を押し込むと思ったら、全然なんかまあ、すっごいルーズなこう寝っ転がってきて、でもなんか初っ端から記念撮影したりとかしてすぐ打ち解けたんですね。決定戦とかって感じですよ。でニックさんの好きなところはやっぱりあれじゃないですか、そのエンタメ性というか、やっぱ楽しませ上手なところですよね。なんかすごいですよね、あのカメラなくてもずっとボケてる。本当にそうね、打ち合わせ中とかもずっとボケてて、であのボケられるとボケたくなっちゃうんですよ、負けじと。一生ボケて、ね、話進まねえなみたいなね。あれっすよね。そういうとこも含めて結構好きっせという感じっすね。はい、シャミさん第一印象渚っすけど、あでも一番の第一印象ってあれじゃないですか、動画で見たとき、なのかな。そう、なぎさに行く、3日前にあの友達からおすすめしてもらって見てたんですよ、動画。うん、ね。その時はなんか、あの、ご飯食べてました。なんか、ご当地。ああご飯みたいな。で、その3日後ぐらいに、エンカウントしたって感じですよね。その時は、怒んないですか？いいよ大丈夫だな。全然怒んないからな。ちょっと怖かった。マジ？あのすごい勢いがあったんですよ。なんか自分のどっちかっていうと、渚とかで会う人って自分の方が元気な方が多いんですよ。向こうがやっぱりちょっとおとなしかったりとか、やっぱすごい丁寧な人が多くて、こんなグイグイ来る人って怖い。それを、負けちゃったんですよね、自分が初めて。でその後、まあそうですね、仲良くなって印象もいろいろ変わってってっていう感じっすよね。好きなところ？何考えてんだお前、すぐ出せ。え何をそんな兆候してんだよ。すぐ出せ。お前行くぞー、お前おいゴロうぇーうぇーニック止めんなー行くぞー。さっき言われちゃったっすけど、同じような感じ、あの感性とかっすよね。なんかどういうものを作りたいかとか、何が面白いと感じるかとか、そのあたりの感性はすごい、なんか好きというか、
あれなんですよ、共感がすぐできるんですよ、わかるわかるってなるんで、うん、そうね、このあたりも確かに企画とか話しててもあんまり齟齬がないんですよ、うん、そういうところと、うんうん、あとこう普通に話してて、まあ、なんかこうオッケーってあるじゃないですか、なんか何でも了承するときオッケーって言うじゃないですか、下見さんひらがなのオにアルファベットの小文字の K って書いてオッケーって言うんですよ久しぶりに見たってちょっとイニシエか、確かにだいぶ高かも、もう今言わないか、いやでも絶滅危惧種ってちょっと保護しなきゃ、危ねえ、いやいや保護しなきゃってか今言われたことによって俺は絶滅危惧種じゃなくなるぞ俺はそっから脱却したがるからな、そりゃ当たり前だけどフリーだなんだって言われて、ええー、いやでもそれが好きなところなんで残してほしい。あ、そうかそうかそうか、分かって、よかったです、分かりました、という感じですね、おはようございます、おはようございます、ありがとうございます。最後ニック第一印象と今のの、うん、そう、まあこっからね、第一印象は、うん、第一印象は、うん、え、え、俺が、うん、うん、見たとき、え、なに、怖い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 、怖かったみたいなみんな俺の印象怖くない好きなところ行く、好きなところ行く、うん、うん、あ、意思がね、感じ取ることができる、あ、まあ、確かに言いたいこと、結構俺お前の言ってることわかるかも、うんうんうん、ね、ああそうね、ディレクターとも言ってる、あ、同じようにね、うん、うんうん、ね、ちょっと話がそれるんですけど、ディレクターってね、あのニックの強火のファンで、あ、そうなんだそうね、あー、壁越しニックニックのファンなんだ、そう、で、ところばさんね、ちょっとまだ帰ってこれなさそうですけど、ところばさんね、うん、あー、ところばさんとも、あ、う、同盟がね、うん、だな、宇宙人同盟だもんな、うんうんうん、今、配信で見てるし、つながったもんな、うん、うん、やっぱみんな、波長が、みたいな感じなんですかね、いや、あるだろうね、普通に、普通に単純に波長みたいなところは、うん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 、めちゃめちゃお互いに感じてると思うし、うんうん、なるほど、うん、ありがとうございます。じゃあ、はい、ありがとうございます。次のお便りちょっとそのちゃんね選んでいただきたいんですが、もうですね結構時間も迫っているので、うん、投稿企画の方に行きましょうか。はい、はい、VR ちょっと出会いのエピソードということで、はい、なるほど、スタミさんとところばさん、スタミさんとニック、ところばとニックのようにあなたが、VR チャットを初めて経験した印象的な出会いのエピソードを教えてくださいと。印象的な出会いのエピソードじゃあまずここでいつこういう人と、はい、はい、どうぞ。匿名希望の方からです、ありがとうございます。おはようございます。スタミさんところばさんの動画を見て VR チャット始めました。嬉しいです、ありがとうございます。ですがやはり話の輪にはなかなか入れずに空軍基地のワールドでぼんやり戦闘機を見ていました。そしたらお隣に来た外国人の方から、うん、お前も空を飛ばないかと、うん、英語でですかね、遠くでやたらにリアルな操縦のため離陸もままならず1時間ほどの格闘の末にやっと離陸に成功し、うん、大空へ飛び立つことができました、うん、なるほど。滑走路から加速して機首がふわっと浮いたとき、うん、確かにそこにはないはずの重力を感じました。 VR 素晴らしいですね、うん、最初の目的だった楽しいお話の輪に入ってでうんぬんぬんっていうところからは、うん、だいぶ離れてしまいましたけど、うん、滑走の路線に座ってぼんやりしてるとたまに外国の方が未だに来たりします。片言の英語で話すのもなかなか楽しいですというふうに。なるほど、ちょっとほんわかエピソードだな。ねえ、ほんわかな、いやいいですね、喋れるんですね、すごいな。私グローバリゼーションめちゃめちゃ前時代的なんで何も喋れないですけどすごいな。いやでもなんかその VR チャットならではですよね、やっぱ国際的な交流がそのパッとできてしまうっていうのは、うん、コンテンツがあるんで、そもそもその飛行機を飛ばすっていうコンテンツに向かって、うん、その2人で頑張ろうだとなんかその言葉の壁も越えるような気がして、
なんかいきなり海外の人と道端で会うだと、うんうん、なんかコミュニケーションってなんか難しかったりするんですけど、そうですね、飛行機を飛ばそうっていうミッションが最初からあるんで、それは VR チャットならではのなんか、そうですね、交流の仕方というか距離の縮め方めっちゃいいなって感じました。うん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 、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、みかんレインさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。初めてすぐに優しく初心者さん向けのワールドを教えてくれた方が隣の部屋の、住人でした。壁を貫通して聞こえてくる会話が妙に聞こえがあって確認したら発覚しましたということで、隣の部屋の人がちかそんなことある、そんなことあるんですね。案外ね、近くにいる、今そのフレンドいるっていうのはあるみたいで、でそれほど VR チャットの人口が増えたってことなのかな、うん、だってその VR チャットの人口がめちゃめちゃ増えないと確率尋常じゃなくなりますよね、それって。そうですよね、そうですよね。これは嬉しい、嬉しいニュースに聞こえるな、俺は。ちょっと怖いという面もあるけど、その話をこう傍聴する我々としては、あ、VR チャットっていうゲームそこまで広まったかっていう見方もできる、いい話に聞こえます。いやー、めちゃめちゃ広まったんですね。ところばどうだ、これ入ってこれそうか、入ってこれそうでしょうか。ちょっと、ね、ちょっと苦しいかも。じゃあ匿名希望の方からです。ありがとうございます。スタンミさん、ところばさんも言っていた授乳カフェキタリナに、はい、私が初めて訪問した際にすっごい気の合う赤ちゃん3人同士でキタリナの誓いをしました。うん、我ら3人生まれし日時は違えど同じママ同じ哺乳瓶にて授乳せんことを願わんそれぞれの活動があって、昔のように遊ぶことはなくなりましたけど、いい思い出ですと。素晴らしい。授乳カフェのね、うん、配信もね、すごい盛り上がったかと思うんで。そうですね、ああいういろんなコンテンツの配信行ったんですけど、授乳カフェはその中でも結構なんか新しい体験ができたなっていうちょっとね、衝撃的な、ちょっと ね、やっぱりなんだろうな、VR チャットじゃないとできないし、授乳してみようって俺男なんであんま思わないというか、そうですよね例えばキャバクラ行ってみたいな、ホストやってみたいなとか、はい、それこそなんかエッチなサキバスさんがとかはあるんですけど、授乳してみたいなって、なんか俺の29年間の人生でよぎったことなかったんでないです、ないです、確かに、うん、新しい体験だなとか、うんうん、本当にもう0から1の本当にそのレベルの新しい体験があそこでできたんで、それはもうみん な絆は生まれるなっていう、あの空間だったら、うんうんうん、確かに確かに、そうですね、うん、あれはね、うん、すごかったよね。志は確かに同じでしょうからね、あそこに入った時点ではい、じゃあ投稿企画でちょっと長文でございますが、読みます。お願いします。はい、ヘレアンコさん、ありがとうございます。んありがとうございます。はい、スタミさんの配信や動画をきっかけに始めたうちの一人です。無料だしパソコンだけでできるって言ったし、とりあえずやってみるかくらいの気持ちで一人でログインして遊んでいました。初めてすぐの頃、当時風邪をひいていて喋れなかった私に話しかけてくれた同じ初心者の方たちがいて、しばらくその方々と、彼らの友人と毎日ではないですが遊んで過ごしていました。うん、ある時スタンミさんの動画に出ていた方が、うん、スタンミさんとは違う方の配信に出ていて、それを見た私は動きや仕草などに感動し、その衝動でクエスト3を注文してしまいました。勝ちたとは思ってしまったものの、買ってからの VR チャット生活は今まで遊んできたゲームの中でもトップレベルかそれ以上にワクワクが嬉しいな。VR チャットでできた友達との会話だったり、ワールドやイベントでの新しい出会い、イベント待ちの状態の時も、毎日ワクワクしています。うん、参加できなくてもその次の時までこのワクワクを味わえると思うと、それもまた楽しいです。うん、はい、関わってくれていた方はもちろん、最初に話しかけてくれた方たちやスタンミさんのような配信者の皆さん、VR 機器を買うきっかけになった方には、感謝の気持ちでいっぱいですということで、うん、いただいておりますと。いや、それはちょっとね、それほど嬉しいことはないですね。いや、素晴らしい、買ったんだね。思いを知っ
てる方はめちゃめちゃ多いんじゃないですかね。いや嬉しいです。なんか僕を見てくれて VR チャットの機器を買ったっていう人は結構いてくれて、それもめちゃめちゃ嬉しいんですけど、配信 VR チャット上で意識してるっていうことが一個あって、なんか俺を見せるっていうことよりも VR チャットミーを信じて VR チャットの人たちにインタビューするみたいな僕はイメージでやってるんですよ。だからなんか今の話にもあった通り、僕の配信に出ていたあの人を見て VR チャット機器を買ったっていうのが俺はめちゃめちゃ嬉しくて、うわ、例えば いたのがボイチェンジンドに出てくれた、メイドの格好した、名前なんだっけ、ちょっとコメントに聞いた方が分かるわ。なんだっけ二次元さん、二次元さんを見てそのフルトラに手出しましたとか、VR 機器買いましたっていう人結構いるんで、なんかそういうの見ると二次元さんのなんかもともと持ってたものを広めれたなっていう、なんかそういう気持ちになれて、それもめちゃめちゃ嬉しいです。それはいや素敵、本当に素敵な、素敵な波が VR チャットに来てて、本当にその波を運んでくるような一人者だと思いますんで、もうね、ありがとうございます。ブルカブの我々としても本当にありがたい気持ちです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。戻ってこれましたね。間に合いましたかな。間に合った。はい、ちょっと皆さんちょっと通してもらって、ミスすいません、ちょっとそれ、おかえりなさーい。間に合ったなー。ありがとう、間に合った。はい、よかったよかった。よしよかったー。すいません、おかえりなさーい。すいません。いえいえ、ありがとうございます。大丈夫だよ。ありがとうございます。全然問題ないからね。というわけで、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。たっぷりあって、企画のお便りも普通音の方ももうちょっと紹介したいなと思います。そうですね、延長戦の方もう少しだけ延長戦で、はい、お付き合いいただければと思います。はい、まずはちょっとね、普通音、ちょっと軽いお便りから、いきたいと思います。はい、今までのアルバイト経験などありましたら、何をしてたか、どんな感じだったのか知りたいですということで、匿名希望をいただきます。バイト経験どうですか？ニックはもうね、ニックはいろんなバイトで経験してるよね。いやもういろいろやってそうな格好やぞ。どこれなのそれは。何料理店？帽子が一番上。帽子？の。ウバねーそうなんだ。アクティブだねお前は。素晴らしいね。帽子いるんですか？あっ。投げない。ウーバーイーツ、ぐちゃぐちゃになっちゃった。ところばはどうですか？そうですね、自分それこそ本当におにぎり屋さんでバイトしてるしね。ああそうなんだ。そうです、そうです。実際おにぎり朝から握ってるんですよ。朝の大体ほんと早いと4時とかから、4時半から、そうですよね、から入って、すごい眠たい顔でおにぎり握ってるしね。へぇおにぎり屋さんなんだ。別のお便りでもありましたけど、おにぎり好きな具って何ですか？ありますか？おにぎり、あどうしよう、悩むなぁ。ところさん、もうちょっと悩む。いくら、お前贅沢だな。いいですね。おい贅沢だな。いくらかなって、梅干しとか思ったんですけど、やっぱいくらかなって、やっぱ一番うまい。そうですね、いくら筋子とかですね。あ、結構魚卵系がお好きなんですね。あ、好き好きです。はい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 、はい、いくらかな。美味しいっすよね。久々もバイト結構。あーそうですね、僕はもうバイトやってはやめてやってはやめてを繰り返してるんで、めちゃめちゃ経験してますよ。例えば何かあります？なんだろう、その辞めた中で一番最短は、深夜から始まる漫画喫茶。もう地獄でマジで。そうなんですね。うわ本当にもういい、あれはね、俺おすすめしないね、みんな。じゃあ気をつけなよ、ね、なんでですか？どういう業務なんですか？あのね、みんな寝だして暇っちゃ暇なんだよね。で最初ちょっと片付けとかしたら暇な時間が始まるわけよ。でチェーン店だから座っちゃいけないし、人間のそのパーソナルな部分に触れないといけなくなるというか、例えば深夜になると人は風呂に入るでしょ、はいはい、で、俺のところ風呂あったのね、
俺知らん人の風呂掃除きついしと思いながら、あ、そういうもう、もうそのさ、知らん、そう、あのさ、の知らん人が上がった後に換気扇とかも緩いから、あの、もわっとした中に入って水滴とかを拭いてね、足のマットを変えてねっていうのをやらないといけないの。で、それならまだしも、すいません、これラジオなんで何でもありだと思うんですけど、それこそちょっとよからぬことするんですよ、あの漫画喫茶っていうような部屋で。で、そういうのを別にね、俺は気にしない、そういうことをする人はいいと思うんだけど、いいと思うじゃないけど、ちょっと待って、むずくなってきてる、よくはないんだけど、そういうことをしてる人だって変な風に隠すの。なんか、ジャンバーを引いたり、終わった後のその残骸物をキーボードの裏とかモニターの裏とかに隠したりするんだよ。うわソファー席だったらこのソファーをひっぺ返してそこに入れるとかさ、お前らやめろっつってんのって。で、俺はそれが嫌で、俺はやめました。深夜の漫画カフェは。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとその次、企画の方から一つ選んでもらって。はい、はい、じゃあ、出会いのエピソードですね。黒猫さんからです。ありがとうございます。数年前、VR チャットで初めて音楽ライブに行きました。そのライブハウスで真横になった明るくてめちゃくちゃ可愛い女の子とフレンドになりました。ウッキウキでライブ後にツイッター見に行ったら、女声が出せる男の方だと、それで恋心が冷めるかと思って。逆に好きな気持ちが止まらなくなって、仕事中もずっとその子のことを考えるようになりました。もうビタボレで、あの頃はあの子に会うためだけに VR チャットしてました、結局告白とかはしないんですけど、3年近くやってますけど、今でもあれが一番の大恋愛でしたと、へー、すごい VR チャットならではのお話ですね。ならではではあるしね、壮絶、だいぶ壮絶。でもなんか、なんて言ったんだろうよね、麻痺っていうのかな、その理解っていうのが何だかわからないんだけど、僕自体もそうだし、視聴者もそうなんだけど、もうそういう恋愛の形について何か言う人って、もう俺の配信見てる人はいなくなった、本当に。はい、すごいね。で、俺結構そういう話、ぶっちゃけて言うと、そういう話ちょっと苦手で、はいはいはい、ちょっとこの話も長くなるけどいいですか？いいですか？あの、僕の家庭が旅行に行く家庭で、もともと、タイかシンガポールかなが、オカマ大国なんですよ。で、俺それ連れて行ってもらったのが、中高ぐらいの思春期の時で、で、その時ってそういうオカマの方々を見るのって結構抵抗があったというか、思春期なんでどうしても。まあまあまああります。その中で母親と父親はすごい盛り上がってるんで、ちょっとオカマパカニバル行こうみたいなショーに行ったんですよ。はいはいはい、で、俺はこっぱ恥ずかしいながら見たんですけど、ショーが終わった後にこの演者さんたちが脇にずらーって伸びていって、ありがとうみたいな感じでこの胸にチップを入れるみたいな、そのチップ入れルートみたいなのがあるんですよ。いやもう無理、ちょっとさすがにちょっと恥ずかしすぎるわ、ちょっと母さん行こう行こう行こう、父さんも早く行こうよって後ろ見たら親父がチップ入れて胸に。親父、無理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 、もう一番きついじゃないですか。もう学生の俺からすると、俺はもうその光景が見てらんなくて、思春期の多感な時期、そう、そう思春期のきつくないな、きつくてっていうところがありまして、そういうの全般ちょっと苦手だなっていう意識があったんですけど、それこそ VR チャットの世界に触れていって、なんかどんどんその気持ちがどんどん、なんていうんだ、丸くなっていったし、受け入れられるような準備ができていったというか、今ではもう、お佐藤さんいらっしゃいっていう企画をやって、その中のあったかいエピソード聞いて、あ、いいなと思えるようになりました。うん、なるほど、進化いいですね。これは確かに進化なのかもな。進化です。次のステージなんですよ、ここが。そういうことです。次、私の方からね。はい、こちら。千代さん、普通オタですね。はい。トコちゃん、スタさん、ニックさん、ニックさんとかでもニックさん、いつも配信楽しませてもらってます。もしよろしければ、ゲストの皆さんの好きなアニメが知りたいです。何個でもあげてくださって構いません。ということで。おぉ、好きなアニメ。好きなアニメ。いいよ、その厳選しなくてもいいんじゃない、ちょっと一個ずつなんか。でも今言われてパッてやっぱ思い浮かんだのは
あの、うん、ビンランドサガですね。ビンランドサガなん？なんでそんなちょっと渋いやですよ。あのバイキングの時代のお話なんですけど、うんね、なんか基本あれなんですよ。主人公が、まあ、トリフィンっていう男の子いるんですけど、うん、なんか、はいはい、割と一気はメインがお政治の話。政治の、うんうん、誰を王にしたいか、うん、誰を王にするかみたいな、いろんな、まあ、武力がこう、はいはい、加速しちゃうっていう感じなんですけど、うん、何よりでもやっぱ主人公とそのアシェラッドっていう、まあ、すごい怖い人がいるんですけどね、うんうん、その周りがすごく好きで、主人公がこう、うん、大変な環境に身を置かれて、うん、打ちつけられて、はい、鋭く鋭くなってくるんですよ、もう主人公というナイフが。でも心が伴わないんですよ、ずっと、うん、体と人を殺す力だけが成長していくっていう、はいはいはい、この主人公の、まあ、一期はその行く末であったりですね、うん、その一期を見た上で二期見るのがすごい良くて、あの、はい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 、あんま言うとネタバレにしちゃうなと思って、そうですね、一期は見てください、はい、原作漫画ね、うん、あれめちゃめちゃ面白いですね、めちゃくちゃ両方ニックはどうですか？それは、はい、スラムダンク。いや、ではない。これは、黒子のバスケ。バスケ漫画ちょっと。黒子のバスケ？黒子のバスケやって。すごい。そうなんだ。やっぱ分かるんですね。すごいな。テレパシーで。テレパシー繋がってんのちゃんと。繋がってる。黒ボス、ちょっと誰が好きなのか、ちょっとジェスチャーでお願いしていいですか？はい、自分も詳しくないですよ。ちょっと、いいよ、いいよ。待てよ、なになになに？黒子が好きなの？黒子、違う。違う。じゃない。まあまあまあ。難しいんだ。ああ、なるほど。うん。俺はまあ、俺は青峰が好きなんだよね。うん。うわ、どうしようかな。一つですよね、みんな一つしか言ってないもんね。うん、そうですね、はい、じゃあ団長の思いで一つで、一つはむずいよこれは。いや、むずいっすよ、むずいっすよ、むずいっすよね。むずいっすよ。どれか一つ選んでくださいって言われたら、花咲くいろはで行かせてください、僕は。はい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 。なんか僕、あのアルバイト経験あるんですけど、実は働いたことないんで、なんか働く作品にすごい惹かれる節があって、はいはいはい、やっぱ持ってないものに惹かれるっていうところで、やっぱ働いたことないんで、働く作品よくワーキングだったりもあるんですけど、その中でなんか花咲くいろはがもう大好きで、そのサブキャラクター全員が魅力的なんですよね。一人一人のストーリーだったり、働く動機だったりがちゃんとしていたり、でその中でなんか物語が一つ進んでいくと、その一人との関係が密になっていって、いつの間にか輪ができて同じ方向を見ているんですけど、最後の最後にそのみんなが同じ方向を見た後に、いいハッピーエンドなのかなっていう、いいハッピーエンドの のね、あり方がすごい特殊で好きなんですよね、あの作品は。見てみてください。はい、はい、はい、ありがとうございます。うん、じゃあ改めて、軽めのお便りをね、いきたいと思います。はい、はい、レイズさん、ありがとうございます。淡井園さん、ガスさん、スタミさん、ニクさん、ところばさん、皆さん、こんにちは。こんばんは。突然ですが、もうすぐハロウィンですね。ハロウィンといえばコスプレですが、VR チャット内でコスプレするとしたら何が着たいですか？めちゃくちゃ気になるので、よかったら教えてほしいです。ちなみに私はかぼちゃ衣装を着たところばさんが見たいです。なるほどね。季節の変わり目で体調崩しやすいと思いますが、体調に気をつけてお過ごしください。これからも応援しておりますということで、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなもあるのか。すげえな。ニックはね、アマゾンで見たことあるそれ。うん、まあ無限だよな、そんなな。あ、それ強いですね。どうですか、お二人、仮装とかって考えても、もうね、あと2週間ぐらいは。そうですよね。VR チャットの中の。あと2週間でハロウィンか。うん、僕も結構企画を、ね、いろんな企画を経ていろんなアバターを着るようになったんですけど、やっぱ着替えるの楽しいですからね。うんうんうん、あ、いいですね、この間の、ね、はい、企画の神父さんも、はい、アーメンもあるんで、
あ、見ますね。それこそ、うん、マジで、バメッサ君一筋で行こうと思ってるんですけど、ホテルカデシュさんにお邪魔した時に来たアバターが、俺めちゃめちゃ気に入ってて、これ。の。ああ、このね、何君ですか、これ俺マジで好きで、なんかいじるんだったら俺これいじりたいなと思ってます。はいはい、はい、はいはい、いいですね。カシオですよね。あ、でも、それこそなんか、かぼちゃっていうのは、気になって、なんかあれと、ここにアバター作者の、ポーキさんが、それこそ改編を作っていって、うん、ハロウィン仕様の、公開されてましたね。かぼちゃをこう、上にかぶるのも可愛いと思うんですけど、うんうん、あの、かぼちゃパンツみたいな。ね、かぼちゃパンツ。こんなの履いても可愛いかなーって。ここ、サスペンダーみたいなのが。ねえねえ、かぼちゃパンツちょっと可愛すぎるな。はいはいはい。そうです、そうです。あとなんか、あの、ようやく個人的に好きな仮装で、あの、ワンちゃんとかが、うん、あの、目とか、マズルのお口のとこだけ開けた、あの、布かぶったやつ。はいはい、あんなんとかも可愛いっすよね。ああ、はいはいはい、はい。そうです、そうです。ああいうのちょっとしてみたいなって思ってるっすね。うわー、楽しみ。ねえ。まぁ、あ、ちょっと自分のユニティ改変力がどこまで及ぶかなんですけど、ちょっと頑張ります。じゃあもうちょっとねお便り行きたいんですけども、さすがにお時間もですね23時半過ぎてまいりましたので、うん、ですか、これだけちょっとね、ということで最後のお便り、カオさんありがとうございます。ありがとうございます、はい、はい、皆さんこんばんは、自分が思う一番可愛いポーズをしてくださいということで、わ最後にね挨拶代わり、はいはい、はい、可愛いポーズをされましょう皆さんで、はい、はい、じゃあポーズレパートリーねえんだよな。うん、ソノラ時代254回を可愛いポーズで締めたいと思います。ここまでお送りしましたのは私、アイ様と、はい、ご近所系 VTuber おじさんのガッサンと、それからゲストのスタミさん、ニックさん、ところばさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。キャピ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 、うわー、ちょっと待って、うわー、すげえ用意してましたね。ねえ、これニックのシワですか、ニックのマーク書いてある質問ね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、うんうん。ところばちゃん大丈夫かな？ダメじゃん。写真の。ところば死んだなこれ。あれ？あそこだった。ギリギリ放送できたな、よかったなこいつ。いや、もうどういか戻れました。もう危なかったなこいつ。ありがとうございました。ラジオめちゃめちゃ楽しみました。お疲れ様です。いつも誘ってくれてありがとう。ありがとうな。ありがとうね、ニック誘ってくれてありがとう。うん、うん、ごめんなさい。